おはようございます。今日はですね、2024年2月25日朝6時24分に収録しています。ちょっと声がなんか寝起きっぽいですが、寝起きではありません。はい。今日のテーマはですね、ナスダック100はですね、月末にかけて大きく下落する予想とさせていただきます。あくまでね、個人の見解なんで、断言とかできないですよね。ただまあいろいろ私はチャート分析、もうねこのチャンネル立ち上げてからずっとねナスダック100の分析と予想をやってきました。でまあ日々ですね、月を追うごとにその分析の精度とかね、引き出しとかいろいろブラッシュアップしつつ、ここ最近はそうですね、1年前よりは良くなったかなっていうところで、私なりのね分析のいろんな切り口っていうのがあるんですが、でこのチャンネルのその一般公開ではですね、その細かいところまではね、なかなかもう本当ね細かい線とかいっぱい出したらもうキリがないと、はい、っていうことで、ざっくりよっちゃん答えどうなのと、来週どうなのというところが聞きたいじゃないですか。で上もあるし下もありますねっていうことを言うこともできるんですが、そこはですね、やはり私はこのチャンネルね、いろいろ根拠を持って、お答え、ごめんなさい、なんか声もおかしいし風邪ひいたかな。昨日はですね、私ね愛知県の長久手にあるイケアに行ってきたんですよ。イケア、長久手店に行ってきて、でいろいろね見てきたんですけどね、今ねごめんなさい、ちょっと話脱線しますけど、ソファーが欲しくてね。皆さんソファー好きですか？うちね5人家族なんで、IKEA のねソファー3人掛けのねソーデルハムンっていうのがあって、はい、それがねもうほんと一目惚れですね。はい、もうねフォルムがねすごく美しい、だからそれねポーンと買いたいんですけど、ナスダック次第ですかね。はい。ナスダックの、今週の値動き次第かな。はい。そんな高い、ソファーじゃないですけどね。はい。で、見ていきたいと思います。はい。ちょっと話脱線しました。で、月末にかけて大きく下落しますという話なんですが、一体どこまでっていうところですね。はい。ここが非常に重要です。はい。非常に重要です。で、申し上げますとですね、月末にかけてターゲットね、ターゲット、ここで止まりますよって言ってんじゃなくて、一旦のターゲット下げ止まりね、どこかっていうと、ここ最近のこの日足見ていただいて、ジグザグ形成してるじゃないですか。ジグザグジグザグジグザグって最後のジグザグのところ、ここです。17313、ここのピンポイントで止まるって言ってんじゃなくて、ここをブレイクすることをまず目標として、このトップからここね、月末にかけて、月末、はい、だから3月1日あたりにここをブレイクね、ブレイクすることを目的に、月末にかけて、はい、大きくかな、そうですね、現在価格から600ポイントぐらいは下げていくんじゃないかなっていうふうに思います。これを大きいと見るのか、はい、中長期のガチホトレーダーだったらね、いやもうこんなん全然、はい、気にならんと言われる方はもう全然問題ないと思いますが、はい、まずはそこをターゲットにするかなっていうふうに思います。これは水平ラインのね、はい、ジグザグのこういう日足のダウ理論的にですね、日足のこの貯金安値を割ってくると、ちょっと書いておきましょうか。皆さんもね一応ターゲットっていうのはねしっかりチェックなさってみてください。日足貯金高値ね、17313となります。ここを割ることを目的に、目標、ターゲット、はい、にすると。でこれがダウ理論的な見方です。で次にですね、移動平均線。あと、私はあんまり移動平均線の話出さないでしょ。移動平均線的には、いろいろ見たんですけど、この50日移動平均線、50MA、50日線、はい、このあたりをターゲットにしうるのかなと。ちょっと見にくいんで黄色にしましょうか。ね、50日線がどんな感じで伸びていくかっていうと、こんな感じで伸びていくよね、多分ね。はい、こんな感じで伸びていく。うん。よし。で、黄色にして、はい、こんな感じで、この下落のね、ローソク足と、で、日足の直近高値と、で、株価が出会うと
いう感じです。まあ、でここでどういう感じで反応するかっていうのをまた見ていかなくちゃいけないんですけど、はい、ですのでチェックポイントはね、はい、日足のジグザグの最近つけたまさにね、あの NVIDIA の決算発表前かなに深掘ったところの安値のブレイクを狙うということ、はい、寸止めじゃなくてね、ここ割っていくことをまず、ターゲットにするかなと、ね、なのでこうじゃなくてここ割るっていうこと、割ってその後、まあ私は反発すると思っていますけど、さすがにね、さすがに反発するということですので、まあこれをどう受け止めるかですね。はい、いやいや、もうこんなん全然あの気にならんと言われる方、ただもうまたジグザグを形成してもっとね、もう一段下って落ちた場合どうするかっていうことも、まあ、踏まえてですね、まあ判断した方がいいのかなと。ここで底落ちして、でその後ね V 字回復で、はい、夏にかけて、春夏にかけて上がっていきますと。これだったらね、まあ人によってはもう全然問題ないでしょっていうことなんですけど、これが仮にジグザグでこうなってこうさらに深掘りするよって、まあそれは分からないわけですけど、可能性の話ね、ってなると、いやそれはちょっとさすがに、うん、自分の ETF は2倍だから3倍だからちょっとそれはかなわんなと。はい、なのでまだね、その衝動に過ぎないんですよね。皆さんね、買いの方々はそんなに損してないですよね。はい、だってナスダック100はまだ全然下がってないですよ。前日比で NDX 見るとマイナス 0.37% 前日比67ポイント下げただけだからね。はい、だからまあ皆さんまだね、全く損してない状況、うん、ただ私は私のテクニカル、今までこう予想してきたいろんな引き出しとかね、複数のまあ根拠、そういうものを重ね合わせて、まあ、ざっくり予想としては月末にかけて、下落するかなと、はい、いうこと。外れたらごめんなさいなんだけど、まあ、あの予想なんでね、予想なので、はい、とさせていただきます。月末にかけて下落どれぐらいって、600ポイントぐらい、はい、ターゲットは日足の直近高値の 17,313 ポイントであり、この50日線かな、はい、この辺りを、はい、試しに行くということで、そこからどうなるかっていうのも私の中にはなんとなくのシナリオがあるんですけど、でもまずは、ね、このチャンネルで最近私が目指しているのは、日足レベルのね、分かりやすいシンプルな方向性を示そうと。細かいいろんなジグザグで、ここで、サポートされてレジスタンスと、もうそういうのはね、もう多分なかなかついていけない方も多いと思うんで、はい、ね、なので、まあ、今週というか来週というか今週というか、はい、下げますよと。4日間あります。月末にかけて4営業日あります、はい、ですので一直線に下げるというよりも、ジグザグを形成しながらでも、まあ、下げていくと、そこそこなボラティリティで下げていくと予想させていただきます。でメンバーシップでは細かい、まあ、反発しうるサポートライン、レジスタンスラインとかね、あ、ここでちょっとね 38.2% ぐらいの戻しがあるでしょうとか、そういうちょっとねマニアックな話をしてるんですよね。ですので、いやもう信じてね、まあ、下落っていうことで立ち回る方はいいんですけど、ただね、まあここ最近の相場見ていただくと分かるけどね、上のように見せかけて下とかね、その逆とかってあるじゃないですか。これ今これ4時間足でご覧いただいてますが、まあね、皆さん人によってはね1時間足とか、もっと言うと5分足とかね、はい、5分足、こういう大きな下落が来て恐怖を感じて、だけどこう、あ、上がっていくって言って買いで、押し目買いだって言って買いでついていくとやられるみたいな、はい、そういうのがあるじゃないですか。ですので、まあメンバーシップでは、まあ、そういう細かいジグザグで想定しうるような話はさせていただいてますけど、はい、だけどまあ一般ではですね、はい、このようにざっくり日足レベルで下に行くんだよと、はい、いうことだけ申し上げておきます。はい、よろしいでしょうか。まあ、この予想がね、当たるかどうかっていうところは、週明けね、明けてみないと分かりませんが、はい、まあ、もし、あ、本当によっちゃん言うように下がっていくんだなって興味、持たれたらですね、はい、また、次回も動画、ぜひご期待いただきたいと思います。で、あとね、チャンネル登録、ようやくですね、1.4 万人ですかね、1万4000人登録いただき、誠にありがとうございました。で、メンバーシップもね、非常にこう、多く最近、登録いただいております。はい、ですので、この機会にね、ぜひ登録と、あと、ご検討の方、
であとね、グッドボタンいただけると私もねまた調子に乗ってどんどん出しますんで、はい、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。